皆さんこんにちは、土井ちゃんです。今回の動画は、サイクリング行く前にやっちゃったら大変だぞと、やらない方がいいよっていう内容をですね、いくつかまとめてみましたので皆さんに紹介していきます。それでは見ていこう。一つ目はですね、これ皆さんやったことあるかな。僕はね、何度かあります。どこか遠出した時に、車の中に自転車を入れるということで、今現在はね、ディスクブレーキの方が結構多いので、またちょっと違った話になっちゃうんですけど、これリムブレーキの方に特化した話です。キャリパーを開く、レバーをですね、上にひねって、キャリパーを開けとくと思うんです。開けてフロントホイール外すというふうにしないと、今現在ね、タイヤが太いんで、ホイール外れないじゃないですか。で、特にナローリムの人が太めのタイヤを履いている方に よくあると思うんですよね。これその行き先で自転車を下ろして、じゃあサイクリング始めるよといざ乗り出した時に、このレバーを締めるのを忘れたりとか、あとはもう根本的にホイールを外す時にワイヤーを緩めてキャリパーを開かないとホイール外れないんですよっていう方の場合だと、そのワイヤーを引き直さずにそのまま走り出してしまって、フロントブレーキが効かないとか、ね、リアブレーキが効かないとかいうことで、そのままですね、ブレーキの制動を得られずに、壁に突っ込んでしまったとか、落車してしまったっていう方は必ずいるんじゃないかな。ここにもいますよ。僕も転びました。で、GCN ジャパンチームの何人かも同じことをしたことがあるということで、かなりこれは注意 しておかないと、事故にね、つながる危険性がかなり高いと思いますので、ぜひ皆さん、サイクリング前に、バイクをですね、車に積んだ場合、特にリムブレーキの方はですね、注意するようにしてみてください。二つ目はですね、これ、輪行にまつわる話なんですけど、輪行するときに、ステムとかをですね、特にこれ、飛行機に、自転車をコンパクトに折りたたんで、で、飛行機に積んで、例えば沖縄にサイクリングしに行くとか、北海道に行くとか、もしくは、輸送するために段ボールに入れなきゃいけないと。そういう時にハンドルバーを緩めて、ボルトを緩めてね、ハンドルをしゃくったりとか、特にただステムを緩めただけで、こう、しゃくって、横に曲げて、段ボールとか、ね、輪行バッグにコンパクトに収納した際によくあるんですけど、現地にいざついて自転車を組み立てますと。その時にステムのネジを締め忘れて、そのまま走り出してしまうと。これ僕やったことあるんですけど全部じゃんみたいなね、僕全部やったことあるじゃんみたいな感じで思われちゃうかもしれないですけど、やったことあって、その時1個目のコーナーでもう落車しかけたんですけど、ハンドルはですね、ちゃんと左に曲がってくれたんですよ。ただホイールはですね、ずっとまっすぐ見てるんですよ。なぜかね、締め忘れたボルトっていうことで、ただただステムのボルトを締めてなかっただけなんですけど、やりかねない、事案じゃないかなということで、もう視聴者さん的に、そんなことするのどいちゃんだけど言われても仕方ないかもしれないんですけど、もしね、そういうことがあったらですね、大変危険なので、そうならないために皆さんにね、これ2つ目として紹介させていただきます。3つ目はですね、これ食事にまつわる話でございます。二日酔いで自転車乗っちゃダメだよとかね、お酒飲んで自転車乗っちゃダメだよっていうのは、もうそんなね、そんな法律に触れるようなことはここでは紹介しないんですけど、例えばですけど、朝ごはん、あるものを食べたらすごく縁起がいいから食べなさいということで、これね、僕らの世代は結構、あったあった、そういうことあったっていうふうにうなずいてくれる方がね、いっぱいいると思うんですけど、若い世代ね、中学生、高校生とか大学生にとっては、そんなことあったのみたいな、なんかもう古臭みたいな、そんな聞いたことないよっていう方もね、もちろん半々でいると思うんですね。朝方の朝食で、例えばもう炭水化物と、普通にね、以前も紹介しましたけど、こういうものを食べたらいいですよというものと反するものですね。例えば朝から、レース前、今日は勝ちたい、だからカツカレーを食うんだっていう感じでカツカレーを食べる人とかね、あとはなんかなかなか多分これお店やってないと思うんですけど、二郎系のラーメンを食べてからサイクリングに出かけるとかね、
ただただあのニンニクがペダリングしてるみたいに言われる、それだけじゃないですからね。もうかなり胃もたれ、そしてムカつき、吐き気、追い込んだ時なんかはね、恐れることになると思いますんで、この辺のものはね、あまり食べない方がいいのかなと。そして朝のですね、飲み物としていきなり炭酸のあるですね、飲み物をガブガブ飲んでしまってからサイクルに出かけるっていうのも、腹がタプタプしてですね、大変あの内臓がですね、かなり応えると思いますんで、これもね、あまりやんない方がいいのかなというふうなことで、まあ、食事に関してサイクリング前に食べない方がいいですよってものがね、たくさんあるんですが、代表的なね、カツカレーと二郎系ラーメンね、紹介させていただきます。もちろんね、カップラーメン、カレーヌードルビッグ、そしてシーフードヌードルビッグ、カップヌードルビッグ、このビッグ系もね、やめた方がいいですね。あとは辛いものもね、良くないですね。ペヤングの激辛系もね、せいやくんね、クリエイターのせいやくんが、食べてですね、死んでましたけど。ちょっと待って。まさかのほうきか。ほうきか。あ、来た。あ、ああいうものも、まあ、サイクリング前は食べない方がいいのかなというふうに思いますんで、ぜひね、これ皆さんライド前の食事気をつけてみてください。4つ目はですね、これサイクリング前、まあ、前の日の夜勤ですね。これ医療関係の方とか、あとは飲食を経営されている方には結構多いのかな。あとは運送系の方とかも夜夜通しで運転して、朝方よし仲間とサイクリング行くぞと、土日休みだけど金曜日の夜仕事して土曜日の朝帰ってきて、まあそのままよしサイクリング行くぞということで行ってしまう方も結構いると思うんですが、もちろんね、昼と夜が結構逆転してて、まあ夜っていうか、まあ昼の延長線上、まあ夕方みたいな感じでね、まあ朝方例えば6時から11時とかは、まあ例えば6時って夕方、普通の人だったら夕方の6時に仕事が終わって、そのまま例えば夜の9時半とか10時まで走るという感じの、まあ雰囲気ももちろんあると思うんですけど、普通にですね、まあ夜働いてないっていう方が夜勤をして、その次の日そのままサイクリング行くっていうことはですね、かなり危険性が高いでございます。注意力の方がですね、散漫になったりとか、ね、判断力の低下、いろんなですね、危険性がありますので、学生なんかだとね、まあ今はね、コロナの関係で、まあ飲み会とか、ね、友達のお家で何か、オールで何かやるなんてこともね、なくなったとは思うんですけど、学生でね、今後ね、コロナウイルスとかが、回復して、外で好きなことできるようになった時に、夜通し遊んでそのままサイクリング行ったりとか、トレーニング出かけたりとかっていうことはですね、僕もやったことありますけど、かなり、パフォーマンスの低下が著しく感じられますし、まあ、危険性もすごく高いので、やめた方がいいのかなというふうに思います。5つ目ですね、サドルクリートの調整をサイクリングに行く直前にやっちゃうこと、ね、これもね、良くないですね。なぜかというと、例えばもうなんかゆっくりこう安心してこう余裕のある形で調整をしないと、例えばシートクランプのボルトを折ってしまったりとかっていうことにもね、つながったりとかします。僕もね、これレース前に シートクランプのボルト折ったことあって、うちの親にね、もうこっぴどく怒られた経験がありますけど、そんなレース前にするからあかんじゃい、うわーって高校に言われた記憶がありますけど、まあ余裕のある時にね、そういう大事なポイントはですね、調整するのがね、いいのかなと思います。クリートもですけど、クリートはボルトがね、抜けてしまうってことはなかなかないと思うんですけど、正確な位置を出すためにそこでね、急いでやっちゃうと、正しい位置がどこなのか分かんなくなっちゃったりとか、その辺はね、気をつけてほしいなと。レース前、そして、ライド前のクリート、サドル調整、バイクのですね、ポジション調整はね、あまりしない方がいいのかなというふうに思います。そして、これ最後になりますね。人対人の関係の話なんですけど、ライド前、ね、朝方とかに、例えば彼女とか奥さんと、とかパートナーとね、パートナーとあれですね、性行為、交尾、あとなんだ、何か言い方あったかな、これ、ね、イチャイチャするとね、こうやってでイチャイチャしちゃうと
なんていうかな、まあ、テストステロンが多く分泌されるからなんかいいんじゃないか説がですね、なんかあるとかないとか聞いたことあるんですけど、絶対腰とかね、体幹とか使うし、体幹とか使わない人もいると思うんですけど、その辺はまあ、まあ、いいや、まあ、深掘りせずにしときますが、サイクリング前にねイチャイチャするのはやめてくださいということでね、今回皆さんに いろんなことをですね、まあ、サイクリング前にやらない方がいいですよってことをね紹介させていただきました。今回の、動画を参考にですね、皆さん危険を伴うことっていうのは、まあ、サイクリング前にやらない方がいいと思いますので、ぜひですね参考にしてみてください。最後のねこれもね拍手じゃないですからね、これもねあんまりよろしくないと思うんでね、すいません最後にね下品な話してしまいましたが、はい、参考にしてみてください。ということで今回の動画もですね参考になったと、面白かったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。ということで皆さん、今回の動画を参考に今後のライド安全に、走ってきてください。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。なんじゃこれ。